無限交代の概念図。なぜとなぜならばの連鎖が無限に続く。無限交代とは、物事の説明、または正当化を行う際、終点が来ずに、同一の形の説明や正当化が連鎖して無限に続くこと。一般に、説明や正当化が無限交代に陥り同一の形の説明が果てしなく続く、という意味で、循環論法と似ているが、 循環論法が一般にループするタイプの説明や正当化の連鎖を指すのに使われるのに対し、無限交代は一般に直線的な形の説明や正当化の連鎖を指すのに使用されるという違いがある。無限配信、無限素行などとも言われる。物事の説明、正当化の連鎖は、究極的には説明なき原理もしくは独断を終点とするか、または、 循環論法に入るか、または無限交代に陥らざるを得ない、と考えられる。このことは、ミュンヒハウゼンのトリレンマと呼ばれるが、この三つのどの選択肢を、より問題の少ないものと考えるかは、真理や知識に関する認識論上の立場と関わる。説明な起源理を終点とすることは、基礎づけ主義と神話性を持つ。循環論法を認めることは、整合説と神話性が高い。 無限交代を受け入れる立場は、あまり有名なものではないが、無限主義と呼ばれいくらかの論者がそれを擁護している。無限交代として、有名な説明として、次のようなものがある。歴史的に有名な無限交代に陥る議論として、神の宇宙論的証明と呼ばれる議論がある。次のような議論である。こうして、宇宙の存在から神の存在が示される。これが神の宇宙論的証明である。 しかしこれはすぐに無限交代に陥る。次のようにである。こうして神の原因である A の存在が示される。すぐわかるだろうが、この過程は同じ形で終わりなく繰り返される。世界の原因としての神がある。神の原因としての A がある。A の原因としての B がある。B の原因としての C がある。C の原因としての D。 脳内の小人というアイデアはすぐ無限交代に陥る。無限交代に陥る。別の有名な議論として、ホムンクルスの語尾と呼ばれる議論がある。こうして、脳の中に小人がいることが示唆される。しかしこの説明はすぐに無限交代に陥る。次のようにである。この説明の過程は終わりなく続く。人間の脳の中には小人がいて、 その小人の脳の中には小人 A がいて、その小人 A の脳の中には小人 B がいて、その小人 B の脳の中には小人 C がいて、その小人 C の脳の中には小人 D がいて。また、ルイス・キャロルの表した、カメがアキレスに行ったことは、ゼノのパラドックスとの類似性を示した例でもある。ありがとうございます。